おはようございます。サブチャンネルバンビです。緊急事態宣言やっと解除されましたね。解除まあされたんですけどね、まあなんか全面的になんかいろいろ OK ってわけじゃないらしいですけど、このね週末がね終えて、いろんなところでこう人手が増加して、観光業の人たちとか、まあまあ僕たち飲食店の方たちとか、ちょっとまあ人安心ではないですけど、ちょっとこう、まあ、結局ねお客さんに何かをこう買っていただいて、こう自分たちの生活が成り立ってるんでね、あのそういう人たちはちょっと一息つけたんじゃないかなと思います。この土日で人手も多く、みんなもちょっと浅草の仲見世通りの方たちのお土産屋さんなんかも、まあ、久々に人が戻ってきて嬉しいなって言ったらしいんでね。で、まあ、中野も、まあ、中野はでも正直まあ相変わらず人が歩いたって感じですね。で人も歩いたんで、これで一安心ですね。で、まあ、第6波も来るって言われてますけど、まあ、ここで多分一回戻しとかないとみんな大変なんでね、この緊急事態宣言も解除したんじゃないかなと思います。完全にもう収束しないと思いますね、このコロナっていうのは。もうインフルエンザみたいな流行り風邪みたいになって、まあ、そこで終わっていくんじゃないかなって。それの目処がまあなんかタミフルでしたっけ、あのインフルエンザの薬、まあ、それみたいのができて、なんかそう収束というか、まあ、それ自体が、なんだっけ、大事な病気じゃないみたいなね感じになって終わっていくんじゃないかなって思ってます。で、来年のもうね4月8月になってやっと海外にも気軽に渡航できるようになるんじゃないかなと。そうなったらね、ほんと早くベトナム行きたいなとか、まあ、行きたいとこいっぱいあるんで、まあ、日本でも行きたいとこいっぱいあるんですよ。ほんとマイベイビー生まれてから全然いろんなとこ行けてないんでね、なんかそう気兼ねなく行けるようになったらいろんなとこ旅行して、このこと、ね、そんな姿もちょっとまた発信できたらなっていう、楽しい面白いとこいっぱい行きたいなと思ってます。はい、やっとですね、なんか僕自身もちょっと一安心というか、これでねまたねなんか人手がね戻ってね、なんか自分の身内なんかがなっちゃったらね、おーマジかよってなっちゃいますけど、でもそうしないとね経済もねもうあらんでしょうしね、新しい、日本のトップの方も決まったそうで、あの人僕のね何するかって全く分かりませんけど、菅さん本当お疲れ様ですって感じですよね。本当にすげえバッシングされてましたけど、やりますよって言ったことはちゃんとやってね、電話の料金下げたりしてくれてましたからね、だいぶみんな助かってんじゃないですか。まあ、僕は早く、ね、プランを変更したいなと思ってるんですけど、ね、海外じゃ当たり前の金額にやっとしてくれて、日本はやっぱ国営のね NTT がねずる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 殿様でやってきちゃったから、それをみんな真似して、なんか KDDI とか、まあ、移動とかね通貨とか、移動と KDDI 一緒か、通貨とかね、そういうところみんなね、ドコモのちょっと値段設定一緒やったら、まあシェア取れるだろうっていうのやったんで、そこから料金全然下がんなくてね、まあ、菅さんになってやっと下がったって感じですからね。そういうところはね、あんなね70過ぎたおじいちゃんに日本のトップをみんなが任しちゃってんだからね、もうほんとお疲れ様でしたの一言に尽きるなと思います。で、新しい岸田さんって人は、まあ、よく知りませんけど、これから何かを変えていくんだったら、まあまあ自分が動かなきゃいけないと思うんで、今日また何か少しでも昨日よりハッピーになれることを、ね、考えながらやりながらやっていきたいと思います。そんな感じです。バイバーイ。